チャス、旭川です。札幌から電車で1時間半。まだそんな寒くないですね。もっと寒いかなと思ったんだけど、今日はちょっと、いいお店があるんで行ってみます。いつ以来 DJC に来た時以来かな。旭川しばらくライブしてねえから。イエス、ここです。バディーン、おお、そうなんだ。もうこんな感じになってんだ。クラブブルックリン、ここはビッグジョーの、やっているお店です。最初はクラブだったんだけど、そこで一回俺も DJC に来てたりとかしてんだけど、今もうタコス屋になって、ちょっとタコス食いながら、ちょっといろいろ話したいなと思って来ました。行きます。じゃあ、よっしゃ、よっしゃ、ようこそようこそ。今日休みなんだよ。そうなんですよ。知らなかった俺、26、27日で、いいかいって言ってたんだけどね。日曜日はね、いや、ごめんね、いや、すみません、休みだ。いや、大丈夫、申し訳ない。はい、逆に自由に使える。そうタコスの合うし、テキーラの合うし、罰ゲーム的なテキーラじゃなくて、そうだね、いや本当だよ、本当美味しいテキーラっていうのは本当に美味しくて、タコスにぴったり合うわけ。そうだね、料理にも行きたいよね。そうそうね、罰ゲーム的なテキーラじゃなくて、そうそうそう、じゃなくて、いい加減に、そう、美味しいテキーラ本当美味しいから。ボス、トルティーヤを作る。マジで絶対やるんだ。そうそう、ありがとう。いや俺はもう新参だし、タコスね、作んないと上手にならないし、いいじゃん、上手らしい。とりあえず、とにかくちょっと作りたいということで、もうライムもありますよ。やっぱライムなんで、ナッパーはライムを出しますよ。ライミングですよ。イエスイエス。やった、いや、ごめんね、休みなの。ブルックリン、チョコカパイ、すべてして、いただきます。チョス、種類ぐらい。あ、そうなんだ。いいね。だけど俺も本当いろいろチャレンジしてて、きんぴらごぼうタコスとか、キムチタコスとか、アイヌネギタコスとか、その季節によって、エビもなんかあの甘エビ、マシケの甘エビタコスとか。すげえいいじゃん。あとタラみたいな。タラいっちゃうんだ。タラもうまいよ。あと今なら鮭、秋鮭タコスみたいな。イクラのせみたいな。考えつかないわそれ。最高だね。めっちゃうまいよ。めっちゃうまいよね。これね、この5つ食べてる。オッケー。これはカルニータスね。うん、でこれがチキンです、ね。何カルニータスって？ポークのね、ポークオレンジの煮込み。オレンジで煮込んでて、それをオレンジに煮込む。そう。で食べる前にカリッとさせるね。でこれライム絞って絶対。はい、でこれはチョリソーですね。こっちは？これは鶏肉？チキンだね。こっちはチキンね。オッケー。チキン2つ、カルニタス2つ、チョリソー1つみたいな。オッケー、ありがとう。5つになってます。いただきます。おー、すげえ皮から作ってんですね。そうですよ。すごいよ。どうぞ作りますか。手汚れるみたいな。最高だ。サースかけば。サースかけてないでしょ。かけてないよ。絶対かけた方がいい。両方ね。そうかけたやつも行ってみて。オッケー。多分ね、ボスたちもっと行った方がいいですね、サルサ。ほんと。そう、絶対サルサありきだ。ほんとだ。ライム絞ってね。おいしい。うまっ。おいしい。最高。頼んでよかった。ああうまい。豚肉うまいね。これ何かかかった？それはフライドオニオンね。ちょっとカリカリ。食感すごい大事。おいしい。さっき階段降りて、上司のやってるブルックリン
今タコスもやってるっていう、今タコス最高食って最高なリラックスした状態で、ジョージと話してみたいと思います。ビッグジョーです。イエス。どうもー、ありがとうございます。どうもどうもごさま、めっちゃ美味しかった。おー、超美味しかった。美味しいよね。美味しい美味しい、うん、全部美味しかったよ、うん、いや、何今日はアルバムの話。そう、本田さんとアルバム作ったのよ、うん、ね、びっくりじゃない。いや、びっくりした。びっくりしたでしょ、うん、俺それね、うん、本田さんから聞いてて。あ、そうなんだ。そうそうそう、ね、ボス来てんの最近。最近ボス来てんだよ。そうなんだよ。そうそう、それで、え、いつぐらい撮ってるんですか。うん、撮ってるっつって、うん、ね、それはもうね、コロナの入ってからじゃない。あ、じゃあ結構前。ゆうちゃんのアルバム出るちょい前とか。はい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 、ちょい前の方かな。結構いいじゃん、ね、入りたいのやつだ。そう、結構前から、うん、うん、そう、本田さんの話を してみたいなと思って。道場だよね。道場しか言いようがない。ちょっと聞くでしょ。道場しか言いようがない。そう、その通り。道場しか言いようがない。で、結構本田さんはいろんな人を相手にしてるっすよね。うん、そう、同時進行で。そう、その通り。そう、本当だよね。びっくりするよね。うん、そう。結構その幅も広くて。そう、うん。自分はその一部になった感じがするよね。うん、作業してる。それが、東京の若手もそこにはいるしさ、うん、札幌の若手もいるしさ、ね、うん、あと、なんちゅうの、海外からさ、本田ビートあるかとかさ、やっぱ来てるじゃん、常に、普通に来てるじゃん、うん、海外も相手にしててね、してるよね。で、ああいうコンテストも自分で送るじゃん、うん、すぐさ、ね、うん、あれすごいよね、あの挑戦者ね、え、ほんとだよね、うん、いや、そうなんですよ、だから、うん、だから本田さんとアルバムを作る、うん、俺、まあ、本田さんってさ、うん、俺たち札幌のさ、うん、ホームボーイにすればさ、うんうん、同じ北海道の札幌の人なんていうのをさ、うん、知ってはいるんだけどさ、ある意味ね、もうニューヨークでトーン行ってさ、うん、なんかちょっとその俺なんか特に、俺はよく言うんだけど、ちょっと非現実的な存在っていうか、うん、本当に同時進行でいるのっていう感じじゃないか、うん、だってやっぱクラシックも残してるし、うん、ね、うん、数々のことがあるじゃん、本田さんの伝説さ、うんうん、それが本田さんがアメリカもう出てさ、うん、日本に帰ってきてさ、うんうん、札幌に住み始めてさ、2009年ね、2009年なんだ。俺と帰ってきた時同じなのよ。あ、そうなんだ。体感的に。だからマジで。そうそう、俺が2009年に帰ってきたんだけど、うん、3月、うんうん、に帰ってきて、本田さんが4月と5月。そうなんだ。だからすげえ帰ってきた時が一緒で、もうお互いざわざわしてる時っていうか、なんか俺もシャバナはもう久しぶりで、本田さんは日本が超久しぶりでみたいな。それ何、じゃあすぐリンクしたの。そうそうそう、それがあれだよね、あのヒロさん、最初の弟さんのヒロさん、ヒロさん俺じゃなくて、ね、福屋さんが知ってるから、うん、すごい馴染みがすごい深いので、ヒロさん、うん、弟さんの方に連絡が来て、で本田さん帰ってきてるから、ちょっと対談のビデオ撮らないかみたいな。え、それは本田さんがアメリカから帰ってきたてってこと。そうそうそう、あとジョージも帰ってきたて、それに気づかされたの。そうそうそう、わけわかんないね、もうぶっ飛びやるでしょ、マジで。でも本田さんは、うん、すげえやっぱフランクな人だから、うん、ちょっと曲作ろうよ、あ、あの低い声で、うん、できんでしょ、うん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 、ジョージって言ってくれたみたいな、俺もすごい嬉しかった、うんうんうん、でやってできたのがシャイノンっていう曲で、そう、一発目にできたんだ、ね、イエース、やべえ。